トヨタ自動車の豊田章男社長が社員向けの集会で挨拶し、アメリカ議会の公聴会などについて涙を見せながら報告しました。自分はこの人たちを守ろうと一生懸命戦ってきたつもりだったが、実は自分はこの人たちに守られていたのだと気づかされ、本当にトヨタの一員でよかったと。この人たちを、豊田社長は社員や取引先などおよそ2000人を前に、今こそ顧客優先の姿勢に立ち返るべきだと声を詰まらせながら語りかけました。